これはラーメンによってその人生を蘇らせたアメリカ人の物語ですラーメンの味を追求し続けた結果東京に続いてニューヨークにラーメン店を開き大成功を収めた青い目の侍の物語ですその人生は右を曲折に満ち深い悲しみや挫折も経験しますが 結局は日本とラーメンに導かれてそのどん底から這い上がり大成功に至ります自分が愛し得意なことを諦めずにとことん追求しついに花開いたその人生愛する日本人の妻を失い2歳の子供と取り残されながらどん底から這い上がったその生き様に私たちは勇気づけられます ただ彼の物語を始める前にラーメンを扱ったハリウッド映画「ラーメンガール」について少し触れます日本を舞台にアメリカ人監督によって制作され2009年に公開されたロマンチックコメディです恋人を追って日本にやってきたアメリカ人女性アビーブリタニー・マーフィーが相手に振られ失意のうちに偶然 駆け込んだ店のラーメンに見せられて挙句の果てにその店の親父西田俊之に弟子入りします言葉の壁や気難しい親父の乱暴な指導や暴言に耐えついに美味しいラーメン作りに成功しニューヨークで開いたラーメン店も繁盛するというストーリーですこの映画実はあまり評判になりませんでした 脚本を書いたアメリカ人は、ラーメンに対する日本人のこだわりに触発されて、この物語を作っています。しかし、いわゆる名人が弟子に秘伝を伝授する日本の伝統的なやり方を、ラーメン修行にも愛に当てはめています。天使の教え方は、今なら確実にパワハラと言われそうですし、弟子のアメリカ人の女の子が、 最後に乗り越えなければならなかった壁がラーメンに魂が込められるか否かだったというのもいくらコメディーとはいえ現代の日本人を納得させるにはちょっと無理がありますただ日本のラーメン文化への敬意は感じられる作品ですまずこの映画を紹介したのは これから話す男の実人生と対比してみたかったからです彼の名前はアイワン・オーキンある意味でラーメンガールの男性版といえますしかし彼の人生はこの映画よりもはるかにドラマチックでまたラーメンへの取り組みの姿勢が根本的に違うのですそして好きなことをとことん追求する彼の姿勢が 私たちに強く訴えかけます。彼は両親とも名門大学での成功者というニューヨークの裕福な家庭で育ちましたが自分はそういう家族の一員ではないと常に感じていました学校が大嫌いで椅子にじっと座っていることができない問題児でしたただ味覚は鋭く 食べ物へのこだわりが強い少年だったようです。そんな彼が高校生になった時、日本食レストランで皿洗いのバイトを始めました。シャミセンの音色や着物を着た女性、魅惑的な匂いの中で仕事をしていると、彼はようやくここに自分の居場所があると感じたといいます。それがきっかけで、大学では日本語を学ぶことになり、 そして、卒業時には日本へのの移住を決めたのです。日本に着いた時に彼は祖国に戻ったような感動を覚えたといいます彼にとって日本は神秘的で美しい刺激に満ちた世界でしたただ言葉の壁もあり最初はそこに自分の居場所を見つけるのに苦労しましたしかしやがて 最初の妻となる富に出会うことで、その問題は解消され、彼女のおかげで日本という別世界へのドアが開いたといいます。やがて友達もでき、日本に溶け込み始めた頃に、富がカリフォルニアに新しい仕事を見つけたのです。彼は彼女と共にカリフォルニアに引っ越しました。 再び日本に戻るぞと心に誓いながらも彼はそこでコンンピューータ部品のセールスマンを始めまし,たしかしその仕事は彼に全く合わず落ち込んで両親と相談したそうですその結果もともと食べ物や料理に関心が深かった彼は両親の援助のもと新たに料理学校に通うことになりました 卒業して料理人,人としてニューヨークで働き始めた彼は富と結婚しやがて子供もも生まれました料理人,人としての仕事は楽しく愛する家族にも恵まれ彼は幸せでしたところがそんな幸せの絶頂で突然不幸が訪れます富が急病にかかり あっっけななくく亡くなったのです2歳の息子とともに取り残された彼はその後数年もの間悲しみの中で暮らしました妻を失った彼は同時に妻を通しての日本との関わりを失ったこともとてもつらかったと言いますそれでよく日本を訪れるようになりましたやがて そんな中で出会った日本人女性マリに恋をし出会って3か月後には結婚しました彼女は小さな男の子を連れてニューヨークに移り住み彼の家族は一気に4人となりましたそしてある時今度は家族4人で東京を訪れました桜が満開の頃でした 美しくも儚く咲き散る桜の下で日本に戻る時が来たとひらめいたそうです40歳になった彼は何か大きなことをしたいそれを日本でしたいのだと感じましたこうして家族と共に東京に戻った彼はしばらくの間主婦として楽しく家事や子育てをして充実した生活を送っていたそうです 奥さんのマリがスタイリストとして家計を支えていましたしかしやがて彼女の助言もあって何か新しい取り組みを始める決心をするのです散々話し合った末にマリに「ラーメン屋をやったら」と言われたそうです彼は自信がなかったけど「あなたの料理の腕なら何でもできる」「無限の可能性がある」と言ってくれ それれにに大いい勇気づけられたというのです2000年半ばの東京で乱立するラーメン屋を巡って研究しながら東京にはラーメンを作っている白人がいないことを知りこれは面白い試みになると思ったそうです。そして実際に動き始めると。 彼ががこれままででに学んできたたたてが結びついたと感じました日本文化や日本語の知識は良い不動産屋を見つけたり近所に友人を作ったり従業員を指導したりするのにとても役立ちましたニューヨークでの調理師としての経験は便利な調防作りや良い食材選びにも生かせました自信を得た彼は マリに向かって、俺は東京で一番のラーメン屋になると断言し、実際に店が2006年にオープンすると、間もなく評判になり始めました。最初は変な外人が始めた店という物珍しさで来る客も多かったようですが、やがて雑誌や新聞の記事となり、テレビにも出演するほどになり、その結果、 2 3時間待ちの列ができるほどの店になったのですその味は絶賛されラーメン職人の鉄人の一人と称され文字通り東京で一番と言っておいほどの人気店となったのですその味は彼の悪なき追求心と努力の結果でした「普通のラーメン職人は麺作りは専門の麺業者に任せます」 しかし彼は麺作りから自分で行いそこにもさまざまな工夫を凝らしましたまたうまみの爆弾としてスープにローストトマトを加えることでやっと満足のいく味に達したといいますこれは日本のラーメン食には思いつかない発想だそうです彼のラーメン店の成功と前後して 先に挙げた映画「ラーメンガール」が日本で公開されました別にアイヴァン・オーキンの成功に刺激を受けたわけではないでしょうそして彼の実人生での経験はこの映画の物語よりはるかにドラマチックだったのです映画との根本的な違いもありますラーメン店を始める時 彼は誰にも指導を受けていないといなととうことです客として多くの店を巡り研究しながら自分なりの試行錯誤によって美味しいラーメン作りに成功しているのです彼が寿司や天ぷらという伝統的な和食ではなくラーメンを選んだのは日本食としてラーメンの歴史が比較的新しく 調理での守るべき型や決まりがなく自由な試みがいろいろできるからでした小さい頃から彼は型にはまった教育が大嫌いでしたその意味で彼にとっては教科書が存在しないラーメン作りこそぴったりだったのです逆に映画「ラーメンガール」は伝統的な修行法という視点から ラーメン作りの物語を構成しています主人公のアビーは先生の作り方に忠実にラーメンを作りますそれでも師匠によって「よし」と言わせる味が出ません決め手は魂が入っているか否か頑固親父の精神論入婚論が物語の展開の要になっているのです それに比べればアイヴァン・オーキンのさまざまな工夫や試行錯誤の中にこそ本物の職人魂が感じられますともあれその頃、アイヴァン・オーキンは自分の人生の頂点に達したと感じたようです「大好きな日本で自分の意思で目標を達成し自分の好きな仕事を日本語を使ってやっている」 これ以上に素晴らしいことはないという達成感を感じたのですしかし彼には持ち前の冒険心侍精神がありました自分の人生の到達点からさらに一歩踏み出して新たにチャレンジする決心をし繁盛する東京の店を畳みニューヨークに立ち戻ったのです一からやり直すためにそして ニューヨーカーのために新しいメニューを開発するためにそれは2012年のことでしたニューヨークで彼は努力と苦労を重ねてついにラーメン店をオープンしましたその店も東京と同様に評判を呼び大々的に宣伝されてニューヨークタイムズで二つ星を獲得しました それは彼にとっては想像すらできなかった素晴らしい成果でした大人気の東京の店を惜しげもなく閉店しそしてニューヨークでゼロからチャレンジして再び大成功を収めたのです彼は最初の妻を病気で失い2歳の息子と共に取り残された時人生のどん底を味わいました そして長いことそこから生え上がれませんでしたその彼に再び立ち上がる勇気を与えたのは日本への愛と二番目の妻マリでしたそしてもう一つは料理への愛でした彼は子供の頃から鋭い味覚と食へのこだわりがありましたこれらの自分が愛するもの 得意ととととすすす。るるものののをとこことん追求することによっって、て彼の人生は開けていったのです日本日本語ラーメンそれらへのこだわりと追求の道を励まし援助した女性との出会いそれらの全てに何か運命的なものを感じていることが彼の言葉の端々からも受け取れますしかし自分が愛するもの 得意とするもの、やっていてワクワクするものにとことんこだわって追求する情熱があってこそ本当の意味での自分の運命も開けていくのでしょう大切なことは好きなことを追求し続ける勇気と情熱ですその情熱とエネルギーが彼の人生を切り開いたのですそんな彼の生き様が 私たちをも勇気づけてくれるのです。